はい、皆さんこんにちは、静岡県立大学国際関係学部教員の橋本勝と申します。どうぞよろしくお願いいたします。国際関係学部では、高校の、国語と英語の教員免許が取れます。その、先生になりたいというあの人たちの、授業を普段担当しております。研究の分野としては、日本の学校教育が明治時代にどんなふうに始まってきたのかというものを、調べております。今日は皆さんと、小学校が、どんなふうに始まったのか、みんなが通う、6年間通う小学校っていうものは形は、今と同じものではありませんでした。皆さんが通う、6年間の小学校が、いつごろどんなふうに成り立ってきたのかというものを、皆さんと学んでいきたいと思います。では始めましょう。はい、それではですね、小学校の始まり、みんなが6年間通う小学校はいつ始まったのか、明治時代にまで遡ってみようというタイトルで、授業を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。1872年、明治の5年に学制という、日本で最初の教育に関する法律が出されます。で、これ以前にですね、実は、静岡県内では新しい教育への取り組みという、一つの動きが見られます。で、本日はですね、これを取り扱う予定はないですけれども、ちょっと皆さんにね、ちょっとご覧に入れて、もし関心のある人はですね、ぜひお調べになっていただきたいと思います。それからですね、明治の時代がどんな雰囲気の時代だったのか、これ写真集がね、出てますので、ですね、100年前の日本、モースコレクション、非常にですね、興味深い写真が掲載されていますので、関心のある方はですね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい。ではですね、1872年、明治5年の、学制からですね、改めて、スタートしたいと思います。この学制ではですね、小学校を下等小学、上等小学の2段階に分けて、8年間子どもたちに学ぶことを求めています。で、8年間というのは我々の今の感覚から言うとやや小学校教育としては長いなというようなですね、印象を持ってしまうんですけれども、この8年間にわたって実は最初からお金の、お話で恐縮なんですけれども、授業料を毎月毎月50銭払わなければいけない。で、50銭というのは、高いのか安いのかというとですね、当時の大工さんの日当の、2倍から3倍だったようなんですね。で、当時のですね、方たちの経済力からしてみると、これはですね、かなり重い負担だったと、いうことのようです。はい。ではですね、当時の子供たちが、6歳になりました。で、学齢、学校に通う年齢が満6歳から満14歳までなんですね。で、6歳になりますと、1年生に入ると言いたいところなんですが、当時は8級に入るという言い方をしたようです。8級に入りまして、で、これ、半年過ぎますと、次の7級が始まると。で、半年ごとの区切りで、ちょうどこれで1年間。で、これをですね、ずっと重ねていきますと、1級まで行きます。で、1級まで行きますと、上等小学の、8級にまた入学していくと。そんな順番になるようですね。で、8級からじゃあ7級に、移るときにですね、これ何かやることを求められるんですね。はい、試験です。また7級から6級に、移るときに試験があります。で、1級を、下等小学の1級を終わるときに試験があります。で、試験をクリアしなきゃいけないんですね。はい、そこで皆さんにちょっと質問させてください。満6歳の子供でも8級から7級へ上がるための試験を、受けたわけですね。で、その試験の結果、落第はあったのでしょうか？ A、あるわけがないと。子供だぞとね。で、B、落第は当然ありました。で、どちらかというとですね。はい。皆さん考えてみてください。落第はあったそうです。はい。江戸時代のですね、身分制、士の交渉の世の中が終わり、身分に関係なく
実力があれば成功し出世できる新しい世の中となったので、厳しい試験で能力主義を徹底していく必要があったようです。また、厳しい試験を通して新しい時代のリーダーを発見したかったようです。学生にはですね、こうした教育の考え方があったようです。はい、では続いていきましょう。では、校舎について見ていきましょうね。これは、遠州三大学校の、校舎なんですけれども、西の島学校、防獣学校、見つけ学校、それぞれですね、洋風の雰囲気の学校になってますね。はい、じゃあ、洋風の雰囲気だけかというと、また、随分和風の雰囲気の学校もあったわけです。これ実はお寺さんなんですね。お寺さんに、ですね、並木小学校っていう学校の看板をかけて、お寺さんだった建物を使わせてもらってるっていうケースです。で、また、民家だった建物を使わせてもらって小学校を始めたというケースもあります。ではですね、問題です。明治の初めの頃の学校は多かったのはどれでしょう？A、新築。B、お寺。C、民家。答え、お寺さんだった。ね、お寺さんだった、建物が、40%、ね、お寺だった建物を使わせてもらった小学校が 40% なんですね。で、民家だった建物を使わせてもらったっていうケースが 33.3%、ね、失礼しました。ね、それが新築をしたというケースが 18% にとどまっているらしいですね。ですので、遠州のですね、三大学校、それぞれですね、まあ、洋風の、擬様式建築というふうに呼んだらしいんですけども、ああいう洒落た学校っていうのは圧倒的に少数派だったようですね。はい、で、じゃ当時の子供たちの、様子も見ていきましょう。子供たちはですね、これ何やってるかというと、田んぼの害虫取りです。害虫の駆除です。でこっちは、子守です。で、子供たちはね、大切な働き手だったんですね。ですから、この子供たちが、簡単に学校に上がれるかと、ね、簡単に学校に通わせてもらえるかというと、それほど簡単ではなかったようです。はい。はい、ではまた問題なんです。この方、どなたか、思い当たる節はでしょうか。ちょっと、ヒントを出してみたいと思います。初代の内閣総理大臣です。伊藤博文さんですね。で、初代の内閣総理大臣がいるのであれば、もちろん初代の文部大臣っていうのもいると思うんですね。で、初代の文部大臣は、森有則さんという方です。で、森有則さんの、まあ、お仕事の中でですね、やっぱりこう注目したいのは、小学校令という法律を作ったんですね。で、この小学校令っていうのは、どういう意味があったかというと、はい、学生で、下等小学、上等小学で8年間子供に学んでほしいというふうなことを求めたんですけども、なかなか子供たちは学校に上がってくれなかった。はっきり言ってその学生っていうのは失敗だったと。で、その次に教育令っていうのが出されたんですね。で、教育令ではこの8年間学ぶっていうのをですね、4年間に短縮した。で、4年間もフルじゃなくて結構。最低16ヶ月でいいと。という形でですね、この教育令っていうのはですね、必ずしもまた成功したとは限らないんですね。で、教育令の時代っていうのが明治12年から明治18年まであります。で、ここでですね、その小学校のあり方というのがですね、なかなか方向が見出せなかったようなんですね。で、その後、まあ、小学校のですね、まあ、方向が見出せなかったのにストップをかけたのがこの小学校令だと思って、いいと思います。これからは、陳情小学校の4年間、高等小学校の4年間、これを基本でいくぞということをですね、はっきりとさせるんですね。で、中でも注目したいのは、陳情小学校の4年間、これが義務だと。父母後見人、子供たちの面倒を見る人たちですね、は、尋常小学校の4年間、これは義務として、学校に子供たちを通わせなさいっていうようなことになるんですね。はい。それからですね、この尋常小学校は、しっかりと授業料で運営していきなさい。
っていうことをですね、明確にするんです。で、じゃあ、授業料が払えない、必ずしも、豊かではない、家庭の子供たちはどうするかというと、奨学会員化というものを設けて、で、3年間でいいと。で、じゃあ、授業料はというと、村や町が出してあげなさい。という形で、子供たちがですね、通う仕組みっていうものをはっきりとさせるんですね。で、これが森文部大臣の、まあ、貢献の、一つかなと思うんですね。あと、もう一つはですね、森文部大臣が、文部大臣に就任したのが明治18年なんですけども、明治18年に頃になりますと、全国各地である学校行事が展開されます。何かというと、運動会なんですね。これ、静岡県でも例外ではなくて、明治の18年に、県内ではですね、一番最初の運動会が行われてるんですね。で、どんなことが行われてるかというと、綱引き、まあ、駆け足。これはまあ運動会の定番ですけれども、こういったですね、体操器具を使った体操種目も行われてるっていうような記録が残ってるんですね。はい、じゃあ次に行きたいと思います。森文部大臣の後を継いだ方、ですね、吉川昭正さんという方がいます。で、森文部大臣はですね、明治の22年の、大日本帝国憲法が出された朝に、テロに遭うんですね。で、その傷が元で、その翌日にお亡くなりになってるんです。ですから、この奨学校令というのはですね、森文部大臣が出しているわけじゃないんですね。あ、じゃあ、中身を見てみますと、森文部大臣の、前文部大臣の考え方を引き継いで徹底している側面が一つ見られます。で、尋常小学校が義務だと。で、義務のこの尋常小学校を、市町村が責任を持って作りなさいということを、明確に命令しているんですね。で、それが一つと。あと、もう一つ注目したいのはですね、これはですね、必ずしも、そうですね、森文部大臣の後を引き継いだと言えるかどうか、ちょっと議論になるところですが、小学校の目的を道徳教育、国民教育の基礎、生活に必要な、知識技能を教えることっていうふうにですね、小学校の目的を、明記したんですね。で、その中で、道徳教育っていうものを最優先させているんですね。で、小学校令が、第一次改正がなされたのが、明治23年の10月の7日なんです。で、同じ明治23年の10月の30日に教育勅語が出されてるんですね。教育勅語というのは皆さんご存知でしょう。勅語というのは天皇の言葉です。ですから、天皇の言葉をもって、道徳教育の基本を、ですね、国民に示したものなんですね。まあ、道徳教育の基本、まあ、道徳の基本ですね。道徳の基本的な考え方を天皇の言葉をもって、国民に示したもの。ですから、明治の23年、ここのあたりをきっかけに、日本の小学校では、道徳教育を、優先して、授業をやっていくぞと。小学校の狙いっていうのは道徳教育を少し優先するんだと、というようなですね、小学校のあり方を明確にしました。はい、じゃあ、次行きましょうね。明治期の小学校への就学率というふうに言うんですけど、就学率っていうのは学校に通う子どもたちが多いか少ないかの割合です。で、就学率が 100% というと、みんなが学校に通ってるってことです。で、0% は、みんな学校に通ってないということです。で、50% っていうのは、学校に通う子と学校に通わない子が半々ぐらいだということなんですね。はい。で、それを見てみますと、学生の時代、教育令の時代、小学校令の時代、小学校令の時代、先ほど見ましたけども、森文部大臣が、尋常小学校は義務だと言った時代ですね。なかなかこれね、50% 以上ね、突き抜けていかないんですね。みんなが通うっていうような状況がなかなか訪れなかった。で、そこを、小学校令を改正して、道徳教育を中心にしていく。この時期になると、7割超えるようになるんですね。で、これね、男女差があるんです。男子が、青。
女子が赤なんですけれども、ですね、男子になると8割超えるんですね。10人中8人くらいが学校に通う、小学校に通うようになっていると。で、女子でも半分くらいの子たちが小学校に通うようになっていると。じゃあ、みんなが通うっていうところまでもう一歩になりました。で、じゃあこれ、何が、みんなが通うところまでもう一歩っていうところまで、引き伸ばしたのだろうかと。はい、問題です。明治の20年代後半、みんなが通う小学校へともう一歩の段階にまで進めたものは何だったんでしょうか。はい、A、進級や卒業の時に試験の役割を小さくし、1回の試験だけでなく、普段の成績も重視するようにした。試験の役割を小さくしたということ。これが A です。B、試験を盛んにして、勉強が得意な子供には、臨時の試験で飛び級を認め、試験の結果が良い子供にはご褒美を出した。学校代表の生徒を選び出し、学校対抗の試験を行ったと。試験を盛んにした。はい、A か B か、どちらでしょう。答え。A です。試験の役割を小さくしました。で、そうすると子供たちも学校に通いやすくなったんでしょうね。はい、明治の5年の学生から厳しい試験を通して、身分に関係なく実力があれば成功し出世できる新しい世の中にふさわしい競い合う教育を進め、これにより新しい世の中のリーダーを選び出すこともできました。しかし明治の中頃になると内閣制度が始まり、大日本帝国憲法が出され、第1回帝国議会が開かれ、国の仕組みが整ってきました。で、そうしますと、出世するための、あるいはリーダーを選び出すための競い合う教育よりも、道徳教育を中心に国をまとめていく教育に方向転換がなされました。こうして競い合って実力を発揮する試験の役割は小さくなってきました。で、やっぱり試験の役割が小さくなると、あなたは落第ですとかっていうことがなくなるわけですよね。で、そうすると子どもたちが、少し通いやすくなったんでしょう。試験の見直しです。で、この隣に来るのがですね、ちょっと注目してください。明治の30年代になりますと、いよいよ、子供たちがみんな通うようになりました。で、ここではですね、一つにはやっぱりこう試験の見直しっていうのを徹底して、進級卒業での試験を廃止します。これもやっぱり大きな影響を及ぼしたと思うんです。でも、試験の見直しはもう明治の20年代の後半からやってるわけですから、これだけで、子どもたちが全員通うようにはならなかったと思うんです。じゃあ何だったのか、皆さん考えてみましょう。明治の30年代になっていよいよみんなが通う小学校の段階になってきました。みんなが通いやすくなったのは何とかが 大きな理由であったと考えられます。何とかとは何でしょうか。試験ではないでしょうと。で、試験がまあ軽くなったっていうのは子どもたちが嬉しかったんでしょうけども、この何々は、まあ、おそらく保護者の方たちが、まあ少し喜んだのかなと思うんですね。はい、答えは、はい、授業料の廃止です。はい、じゃ確認していきますと、1900年、明治の33年に小学校令で、義務教育、尋常小学校の4年間では、無償となりました。すなわち授業料がなくなりました。これが非常に大きかったんじゃないかというふうに言われています。もちろん、進級卒業では試験ではなく、子どもたちの、普段の成績っていうのを参考にしなさいというのも徹底された。これも大きかったと思います。もう4年間、義務教育が、無償になった、授業料がなくなった。これ非常に大きかったと思います。はい、いよいよですね、明治の40年、1907年になりますと、ですね、小学校令が3回目の改正になってですね、尋常小学校の就業年限4年間が、いよいよ6年間になります。2年間延長されます。で、そしてもちろん無償です。で、これをもってですね、一応日本における近代的な小学校の成立っていうことをですね、言っていいんだと思うんですね。4年間ではなくて6年間、で、その理由としてはですね、子供たちに教えたい内容っていうのが増えてきたと。で、すなわち、まあ、教育の内容の充実なんですね。それをしっかりと教えていくためには、6年必要になったと。で、さらに、それでは、足りないっていう子たちに対して、高等小学校も用意されていると。
って、この状況を指してですね、日本における近代的な小学校の成立っていうふうにですね、考えていいのではないかと思います。ではですね、ちょっと最後にですね、ちょっとですね、まあ、変わった質問になりますが、皆さんはね、普段の授業中ね、どこを見てますかと、あるいはどこを見てますかと、ね、普段の、学校での授業中ですね。まあ、当然、先生の方向いてるよとか、前向いてるよとかっていうことなんだと思うんですけども、ですね、実は、寺子屋ではですね、先生の方を向くっていうのは、ごく一部の生徒だったんですね。寺子屋では、基本的には個別学習だったんですね。みんな一人一人が自分の課題に集中していると。先生の方は見てない。で、先生の方も自分が教えてる子だけ見てると。はい、先生が、生徒全員を見て授業をする。生徒全員も、先生を見て学習するっていうのは、寺子屋では当たり前ではなかったわけですね。まあ、個別学習が当たり前だったと。で、明治に入ったばかりは、この寺子屋の感覚が強かったせいか、先生が生徒全員を見て授業をする、生徒全員も先生を見て学習する対面式の一斉授業っていうのが先生も生徒も慣れていなかった。すなわち当たり前ではなかったんですね。だから、先生用の参考書の中で、このね、対面式の一斉授業のやり方っていうのが載ってるんですね。生徒をまずね、椅子に、椅子と机の間に一歩前に進めて、で、それを、先生の方に全員向かせると。全員向かせてから座らせると。で、全員前を向かせて、で、先生も全員生徒たちの顔を見て授業をやるんだと。で、これがまあ対面式の、まあおなじみの一斉授業ですけれども、これ、最初はですね、多分慣れてない先生、慣れてない生徒たちにとってはですね、こんな対面式の授業でいいのだろうか、多分ドキドキだったと思うんですけれども、この対面式の、この当たり前の授業っていうのが、皆さんにとってはですね、この3月、4月、5月、6月あたりでは多分当たり前じゃなくなっちゃったと思うんですね。で、その中では、ズームのリモート授業だったりとか、先生から課題をメールで出してもらって授業をやるとか、まあ、学習をするとかね。それから、分散登校による授業だったりとか、今まで、当たり前じゃない、新しい授業のスタイルにチャレンジしてくれたんじゃないかと思うんですね。で、みんなが当たり前だと思っている、この対面式の授業も、150年前はみんなドキドキしながらね、進めたんだと思うんです。それで、だんだん慣れてくると、あ、これ楽しいな、と。ね、友達の、意見なんかも聞けるなぁと。で、みんなで話し合いなんかもできるなぁと。これって、なかなか、楽しい授業のスタイルだなって。みんなで安心できる、授業のスタイルまで、みんなで改善していったわけですね。で、この3ヶ月ぐらい、みんなが少しね、不安に思いながら進めた対面式の授業じゃないパターン。ね、リモート授業だったりとか、課題を先生に出してもらったメールの授業だったりとか、分散投稿だったり。でそれもね、少しずつ慣れていくんじゃないかと思います。そして、安心して授業ができるようになると、だんだん楽しくなってくるのかもしれません。もしかするとね、コロナの状況が続いて2学期3学期も新しい授業のスタイルに挑戦しなければいけないようなそんなね、時もあるのかもしれない。でその時もですね、先生と仲間を信じて、ね、思いっきりチャレンジをして、で、新しい授業のスタイルっていうのを身につけてみてください。で、2学期3学期もぜひぜひ皆さん頑張っていただきたいと思います。では、私の授業はここまでにさせていただきたいと思います。では、以上です。はい、今日は皆さんと明治時代の小学校のことを勉強させていただきましたけども、分かっていただけたでしょうか。明治時代には、当たり前だったことが今では当たり前でなくなっているし、もしかすると、皆さんのお父さんお母さんの小学校時代には当たり前だったことが、皆さんにとっては物珍しかったりするかもしれません。でまた、おじいちゃんおばあちゃんの小学校時代っていうのは全く、皆さんのおじ、小学校生活とは違うものかもしれません。時代時代によって、こんな風になっていたのかっていうのが、歴史の、面白いところだと思います。今日は、はるか、
大昔の150年前の小学校について勉強しましたけれども、20年前、30年前、40年前の歴史については、もしかすると皆さんのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの方が詳しいかもしれません。小学校の歴史についてこれからも少し関心を持っていただければ嬉しいです。本日はありがとうございました。